ザンジバル・スルターン国は19世紀にザンジバルに存在したスルターン国。1856年にマスカット・オマハンの継承争いが発生し、その結果1861年にマスカット・オマハンとの合意により分離された。1890年にイギリスにより保護国化されザンジバル保護国となったが、ザンジバルブーサイード朝のスルターンは継承され、 ザンジバル王国まで続いた。1698年、オマーニア・ーリバーサの第4代イマームサイフ、ビン・スルターンの在位中、ポルトガル勢力をモンバサで破り、勢力を広げたことにより、海外領となった。1832年もしくは1840年に、ブーサイド町のスルターン・サイード・サイードが、ウングジャ島のストーンタウンに宮殿を築き、マスカットから戦都した。 サイド・サイードはアラブ人のエリート層による支配体制と奴隷を使用したクローブのプランテーションを発展させた。ザンジバルの経済はサイド・サイードが入植を進めたインドア大陸の商人が占める割合が増大した。サイード・サイードが1856年に没すると、その子マージド・ビン・サイードとスワイニー・ビン・サイードが継承をめぐって争い。 オマーンとザンジバルは別の国家として分かれることとなった。ザンジバルはマージド・ビンサイードが継承したが、オマーンに毎年の効能が義務付けられた。マージド・ビンサイードは14年間の在位中に奴隷貿易に注力した。二代目のバルガシュ・ビンサイードは奴隷貿易の解消を支援し、大規模な機関施設の整備を行った。奴隷制廃止の動きは、 三代目のハリー・ファビン・サイードにも引き継がれた。ウングジャ島とアフリカ大陸の一関係ザンジバル、スルターン国は残ュとして知られるスワヒリ海岸の一部を勢力下に置いていた。交易路は大陸内部まで伸び、今後側下半のキングまで達していた。しかし、1884年にドイツ植民協会によって現地の属長がドイツの保護下に組み入れられ、 バルガシュビンサイードは直ちに抗議した。同時期にベルリン会議が開催されアフリカ分割が進行。さらにこの地域の植民地化を目指すドイツにより1885年にはドイツ東アフリカ会社が設立されていた。1886年、ドイツとイギリスはアフリカ大故障への拡大について秘密裏に協議を行った。その影響範囲は 従前の合意に基づき、イギリスが東アフリカ保護国をドイツが後のタンザニアを得るものであった。両国はザンジバルから沿岸部を咀嚼し、交易所と居留地を設立していた。1888年の帝国イギリス東アフリカ会社によるモンバサ統治を皮切りに、数年かけて沿岸部のザンジバル領はヨーロッパの帝国による統治下となった。 同年ドイツ東アフリカ会社は、先に保護下に組み入れた地域を公式に統治することとなった。この決定は、アブシリの反乱と呼ばれる現地の放棄を招いたが、イギリス、ドイツ両国の海上作戦により鎮圧され、ザンジバルのアフリカ大陸への影響力が失われる、先駆けとなった。1890年、イギリスとドイツによって、ヘルゴランドザンジバル条約が調印され、 ザンジバルは、イギリスの保護国となることが定められた。COINS OF z a n ル i b a r n u m i s t a c o m 2012年5月23日閲覧。ハロールド・イングラムズ1967、P162 クアメ・アンソニー・オペア・ヘンリー・ルイス、ゲイツ、ジュニア、オフリカーナ、ザ・エンサイクロペディア・オブ・ザ・アフリカンアフリカン・アメリカン・エクスペリエンス、キビタス・ブックス。 P2045 ISBN 9長7804億6500万715ハロルド・イングラムズ 1967P163 ハロルド・イングラムズ1967ピアニッシモ163-164ミヒラー 2007P37 ハロルド・イングラムズ 1967P172 ブリティッシュイースト・アフリカバイグラント・シンクレール ハロルド・イングラムズ1967ピアニッシモ172-173ありがとうございます。